私は一等陸尉です、石井里奈と申します。役職は現在救護班長を行っております。救護班長として、救護所のスタッフが働きやすいように、調整をします。調整をする相手は、搭載部の人たちと、調整をするんですけれども、どんな訓練内容をしますか、どんな地域でしますかっていうところを聞いて、じゃあ救護所の勤務員はどこで待機したらいいのか、どの時間帯が患者さんが発生しやすいかっていうところを考えて、スタッフに伝えていくっていう仕事になります。父が自衛官で興味を持って入りました、あとは看護師なんですけれども、それを選んだのは、まあ、高校の時生物が好きだったから、はい、やりがいがありそうだなと思って選びました。このテントでは、実の患者さんを対応します。なので、怪我人の処置とか、あとは痛みがあったり熱が出てる人とかのお薬とかケアを考えていきます。で、そうすることで訓練部隊が訓練しやすいようにサポートしています。ここでの仕事の大切さっていうのは、まずは緊急で患者さんが発生した時に、しっかりとその人に安全な医療が提供できるために救急車を用意したり、あとはお薬、あと市の救急に搬送するっていうつなぐこと、それができると、怪我人が万が一発生した時に命を救うことができるので、とても重要な仕事だと思います。そうですよね、たくさん学びました。どんなことかって言われると、まずはそこのショックトラウマチームからチームワークの良さとか、あとは毎日練習することでやっぱり技術が向上すること、あとはそのやっぱり日本との大きな違いは、その前線に衛星の力を集めてるっていうところだと思うんですけれども、その前線に力を集めている衛星の人がどういうふうに観察をして、どんな処置までできて、どんなふうにこう報告をしたりしながら次の、ロール2までどうつなげてるかっていうのをこう実際に見ることができたので、そうですね、実際を知ることができたっていうのがまず一つです。で、実際を知ることができて、私たちがじゃあ何をしてなければならないのかっていうことの課題が見えたっていうのがすごく大きな学びでした。やっぱり海軍の方々とこう働いていくという上で一番こう壁ではないですけれども、打ち当たるのが言葉かなと思いました。ただ挨拶をしたりとかコミュニケーションを取ったりっていうところはすごくこう彼らもすごくこう人懐っこい人たちだし、とても優しい人たちなので、接することに躊躇することは必要ないんだなっていうのはすごく学びました。ただ細かいことを話したいとき、例えばすごい細かなニュアンスを話したいとか、こういうことを聞きたいのにもっと知りたいのにっていうのの時に自分の語彙力が足りないっていうのと、あとは訓練を見学していて、やっぱりチームで一緒に働くってなった時に細かな言葉が、同じことをしたいけれども言葉が通じないっていうのはなかなか連携するのに難しいんだなっていうのは感じました。いろんなことが大切にはなると思うんですけれども、私がしている仕事、衛生とか看護官っていうところの仕事の上では、やっぱり、同盟を組むことで
前線の人たちが多く助けられるんじゃないかなっていうのは思います。海軍のたくさん技術を行える人たちが前線にいるっていうのは、日本もアメリカも救命率を上げて、隊員さんを救っていくっていうところにすごく意義があるなと思います。なので協力していくっていうことがすごく大事なのかなっていうのはすごく思いました。あとはそうですね、具体化していくっていうので、今回一緒に共同訓練をする中でお互いが話し合って何ができる何ができない、でもこれだったらこの方法だったら工夫したらできるよねっていうのを見つけられたっていうのをこう見ていて感じたので、そういったところで今回の訓練すごく重要だったんだなって思ってます。